ちは、こんばんは。海チャンネルの海です。今日もよろしくお願いいたします。さて、西明石から戻ってきて1週間経ちました。ほんまに禁断症状。何あれ、薬の。もうしんどかったです。今はようやく普通に戻ってきてます。ああ、杖持ってきたよかったかな。いらんかなと思って。今日は、自立支援、なんとか、医療費がタダになるやつ。それの更新に行きます。バス乗って。今鳥の糞がべちゃっと目の前を落ちました。びっくりした。まだ糞はかけられたことないと思うねんけど。今日は白いワンピース、ベラベラのに上着を着てます。和風な上着です。サンダル履こうと思ったんですけど、なんか寒いから靴にしてきました。ちぐはぐな格好してます。帽子かぶってます。晴れることを想定して。今年の正月は福岡の姉夫婦、家族、帰ってこなかったんですけど、5月は帰ってくるらしいです。一泊するらしい。姉だけ、いつも姉だけ一泊して、で旦那の両親は奈良に住んでるんですけど、なぜか旦那の家には2人しか入れないのに、一戸建てで。なぜか泊まらず、ビジネスホテルに2人で泊まるっていう。うちの家は3人はちょっと無理なんで、池をやろう思ったらいけるんやけど、敷布団が1組しかないんですよね。おいっ子はもう大学へ行ってるんでしょうか。近畿と福岡大学と、あともう一つ大阪の大学を受けたらしいんやけど、全部落ちて一つだけやっと受かってたところなんですけど、よっぽど偏差値低いのかな。もう行ってるんかね。アルバイトとかしてるんかね。高校の時とかも全然アルバイトしてなくて。ほんで、アルバイトとかせえへんのって言ったら、したよって言うて、引っ越しのバイトって言うて。言うててんけど、姉に聞いたら一日だけだしです。箱入り息子だね。
私平日は学校ある時はやってなかったんですけど、長期休みの時は毎回やってたんで、あ、1年目の夏だけやってないわ。ぼーっとしててめちゃ太った。40キロ台が50キロ台になった夏でした。梅ちゃん太ったって学校の男の子に、前の男の子に言われた。あ、梅ちゃんじゃあ言ってもうた。まあいいか、梅でやってるからええか。そう、私は梅さんとか梅ちゃんと呼ばれておりましたね。まだね、スバルのバスタオルが来ないんですよ。なかなか商品開封動画が撮れないでいます。ついでに言うとチケットもまだ来ないんですよ。電子チケットあれなんか違うのかな。最悪取れてないっていうことがありそうです。その場合はもうまた泊まりで3泊で行く予定やったんですけど、ホテルもキャンセルしなきゃいけないですね。なんか最近 AirPods の調子がいまいちで、あの新しいの出たんで欲しいなって思ってます。また3万円ぐらいすんのかな。今のは2年3年ぐらい使ってんのかな。なんか充電できてなかったり、すごいブーって音鳴ったりするんで、つけて氷食べたらブブ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 って言います。私から音楽をなくしたら何になるの。喉乾いた。よいしょ、お膳が取れました。待ってはる人がいてる。椅子少ないからな、杖持ってないから。
あれなんか変なところ向いてますね。ということで、また帰り取るかわからないので、最後までご視聴ありがとうございました。未完成の楽しみ。ドラムちゃうわ。バンドスタイルみたいですね。それでは、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。